自分の角度もすでに決めて、再びニュースが前に出ました。18対17、ただこのままでは終わらない。そうですね、まだ15分以上しかありますので、まずは慶応としては敵陣でなるべくゲームを進めるというところですね。敵陣でゲームを進めてボールを前半のように速いテンポで動かせるとチャンスが広がると思うんですね。残り15分のところで慶応は6番の広川に代わって10番の鈴木達也、そしてハーフの宮澤に代わって21番の南が入っています。20番が鈴木達也2年生。おお、ハーフだ。初めてという、本来は13番の風村雄介、